レオンベリーはフランスの画家である。中東の風景や人々を描いたオリエンタリズムの画家の一人である。パイコールドカレー剣のサントメールに軍の将校の息子に生まれた。パリでフランスはエド・アール・ピコやコンスタント・ロワイオンに学んだ。1849年にはバルビゾンを訪れバルビゾン派の画家テオドール・ルソーの影響を受けた。 1850年から1851年の間、考古学者のソルシーの中東のチリや、歴史の調査探検に記録画家として参加し、ギリシャ、シリア、エジプトを旅した。1853年にこの旅で訪れた、四海の沿岸のナーブルスとベイルートを描いた風景画をサロンドパリに出展した。1855年から1856年には、仲間の画家、 イメールとエジプトを旅し、ナイル川を訴状した。1861年にエジプト旅行をもとにした絵画をサロンに出展し、一等を受賞した。1862年にロンドン万国博覧会の展覧会に出展した。その年、レジオンドヌール勲章を受勲した。ありがとうございます。